兵庫県の斉藤元彦知事らが内部告発された問題で、斉藤氏への不信任決議案が提案される予定の9月定例県議会が19日、開会した。不信任決議案は、県議会の全会派全議員が共同提案する方針で、同日中に可決されるのが確実な情勢だ。斉藤氏は議会解散か失職かの選択を迫られる。写真。 3年前の知事選で初当選を確実にし、花束を受け取る斎藤元彦氏イコール2021年7月18日午後、神戸市中央区。斎藤氏は19日午前、県庁で記者団に結果を見て判断したい。法律の規定に沿って、どのような判断をすべきか様々な選択肢を考えたいと話した。判断の時期については、大変重い議決なので、 タイミングも含めてしっかり熟慮していきたい、と述べた。19日はまず補正予算案を採決した後、全議員、全会派が不信任決議案を共同で提出する。各会派が賛成討論をした上で夕方以降に採決する。地方議会の不信任決議は法的拘束力を持ち、可決されると知事は10日以内に議会を解散するか、失職かの選択を迫られる。また 議会の同意を得て辞職したり、出直し選挙に臨んだりすることもできる。斎藤氏が議会解散に踏み切れば、都道府県議会では初めての事例となる。滝壺淳一、島脇武史。